被告人、ミツル・レイジに判決を言い渡します。では、本日はこれにて閉廷。え、ね、やはりじゃねえの？これやはり俺だ！やすぴ？これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。助けてやはり。なんですか、あなたは。俺の話を聞いてくれよ。俺、事件があった日の夜、あの公園にいたんだよ。昨日まではっきりしなかったんだけど、今日になって俺、思い出したんだよ。何をですか？幽霊だよ。俺も聞いてたんだよ。立派な証人ですね。そう。正式に、異議あり。これは何の騒ぎだ。判決はすでに下された。我が輩は、閉廷を求める。待ってください、カルマ検事。あなたは、銃声を聞いたのですか？そうなんだよ。聞いたんだよ、あの夜。俺、さっきから着席で証言聞いてたんだけどよ。なんか、俺の記憶と違う部分があるんだよ。それなのに、ミツルが有罪なんて、俺、納得できねえんだよ。俺、表現するからさ、聞いてくれよ。カルマ検事、この証人に証言を求めることを要請します。今すぐに。なんだと。これより5分間の休憩を取りたいと思います。その後、この証人なんだその表情はてめえ。やばい、今普通にちょっと下に切れちゃった。いや、これは誰でもムカつくわ。なんだこの表情。その後、この証人の話を聞くのです。では、休憩に入ります。いや、カルマでイライラしてんのにその顔はダメやで。あ、またぽよ。もう本当に今の死の下地だったもんね。なるほどね。やはりの人気がなぜないか分かったわ。あの空気読めねえ。あのちょっと端々で空気読めないところに対する苛立ちね。うん。時間の無駄だ。我が輩はこんなうさんくさい証人は認めぬ。どうしますか、ナロード君。証言を続けてもらえますか。いやー、もうやめようかな。やめとく。やめるか、じゃあ。待ったじゃあ、とりあえず、セーブだけしてますね。誰かが言わないと本当にやめそうだから。ここは、やはりが言わないと。いや、もう、やはりとして、やはりの中の人もしかしても、もう、か。ダメだね。じゃあ続けましょうね。やはり、いや、証人、今の証言間違いないか。え、なんだよ、怖い顔して。俺をビビらそうったって、そうはいかねえぞ。めっちゃビビっとるな。動揺しすぎだろ。どうしたんですか、なるほどくん。裁判長、こいつは今、こう証言したんですよ。クリスマスはもう目の前ですねと、DJ が言ったとき、銃声を聞いた。あと、ちょっと証人のこと、こいつ呼ばれたけど、今。ひどい。やはりだから。それが、どうかしましたか。クリスマスは目の前。ということは、いいですか？
こいつが銃声を聞いたときはまだクリスマスイブだったのです。そうなりますね。しかし夏美さんとさっきのおじさんははっきり証言している。銃声を聞いたのは午前0時を過ぎていたと。つまり夏美さんたちはクリスマスになってから銃声を聞いている。これは明らかに矛盾しています。